おはようございます。 SBFJ 利根川です。農道から国道6号線に出て茨城県の龍ケ崎市へ、関東三大関の一つである豊田関へやってきました。まだ暗いので水場を眺めますが、アイダマンの超明るくて超重いライトでよく見えます。あの辺でダイブ出します。ゴミはそれほどないので安心しました。現場の状況と竿を出す場所を確認して荷造り、荷物を担いで現場へ行きますが、最近日の出が早くなって日没が遅くなりました。いやー、いよいよ春がやってきましたかね。イエーイ、階段です。あ、見えない、足元続いてる階段です。豊田関、ここだけぽっこりと出てるんですよね。よし、釣り台完成。よし、残りの準備をしていきます。竿はしばらく使ってなかったケースに必要な12尺にしましょう。12、太陽が昇り始めました。いいですね。よいしょ、五海川の美味しい水を確保。豊田関、餌はシンベラ底を50と25で75、綿が22、芋が10。今日は思い出しました、コンパクトタオルをキュスキュス。もう左の方では昨日ここでやっていたという方が釣っています。よし、グッグッグッと、ゴミは必ず持ち帰りましょう。よし、ぐる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 でん、ぐるぐる。よし、給水。今私の沖でもじりました。見えてるかな、波紋がまだ出てますね。もじりましたよ。12尺で、久しぶりの経線機を12尺で釣りたい。この一帯は流れがほとんど当たらないので、棚取りゴムをつけて水深を測ってみると、思ったより浅くはありませんでした。そして左から合わせる音が聞こえてきた。アイダマンがまだ、私はやっていませんが、アイダマンがヒットしてます。あー、いいですね、素敵ですね。お腹もと、そうですね、なんか片方だけ膨らんでますね。ちょっと向きのせいかもしれないですけど、とりあえずおめでとうございます。ありがとう、一発目、じゃあ1投目スタートします。よろしくお願いします。これからです。お願いします。いつもとは違う構成です。1投目仕掛けを回収して、2投目、そして2投目も回収。最初の3投くらいは割と早めのペースで、かつちゃんとグルテンがばらけたかなと頭の中でイメージしてから仕掛けを回収。そして3投目の芯を使っておりますが、そう、まさかの3投目で動きます。今日のタックルセッティングはのっこみ仕様。ミチ糸はナイロン3号、浮きは極太ボディの長さ7センチ、トップは2ミリのパイプなのでよーく見えます。ハリスはナイロン 1.2 号、針はドヒトミ濃い隠すれの11号です。
ハリスの長さは上32、下39センチでスタートしました。とりあえず来ました。重量感あって引くので楽しいです。まさかの3投目、ヘラブナではなくマブナさんでしたが、36.7ありました。ありがとう。何はともあれありがとう。あら、こいつ今話されたことに気づいてない。あ、泳いでた。マブナといえども3投目で釣れると随分気が楽になります。少しショートしてしまって浮きが出気味になってしまいましたが、当たりが出る直前の2分後にはちょうど3メモリが出ていてちょうどいい。やばい、浮きがねえと思ってあげましたが、左側で釣りをしていた坂本さんが釣っていたのでスマホを抱えて撮影していました。普通に釣っていただけなら自分の釣りに集中しましたが、なんせりゃんこ魚が2つくっついてる。そらカメラ回しますよ。でも会話しながら撮影して魚を寄せるっていう3つの動作をしていると頭が混乱します。これはヘラでいいんじゃないのか。あ、食ってます食ってます。これはヘラで、よし。あ、やっぱり30、40ない、35、6。ありがとう、ありがとう、ありがとう。食ってた。マブナにヘラブナと来て悪くない展開ですが、撮影していたとはいえ当たりを合わせないと釣った気がしないですよね。利根川が釣れてないんだから撮影しなくてもと思うかもしれませんが、例えばこれ以降みんな当たりがなかったら、あの時の魚取っておけばよかった。そう後悔するんですよ。でも今回周りの皆さんは結構釣れていて、私はまだ餌を投入して15分くらいですから、開始から30分1時間くらい経てばヘラブナが結構なペースで釣れるんじゃないかと思います。そしてこちらもまた当たります。これでも、これでも終わりじゃないですか。そう、先生カメラ危ないです。あ、大丈夫です大丈夫です。バカじゃないんじゃん。終わったですよ。そう、みんなヘルつってんのに終わったから。うん。ヒゲも生えてますよね。ミチート3号ハリスは 1.2 号なので、竿が持つ限りは上がってくれますが大苦戦。でも経線気境、この曲がりを見ると狭い場所で魚に突っ込まれると辛そう。オープンな場所で戦うなら楽しい竿です。親方さんを寄せました。うん、そんな、でもこいつも腹でかいな。まあ、あんまやるとバカれちゃうので話します。なんだかんだでスタートしてから30分くらいが経って、ここからかなりペースアップします。今日この場所で釣りをしている理由ですが、さっきから右奥に映っている豊田崎、
これが一昨日に閉じました。今まで水が左側から右側に流れていて、それがせき止められてこの足場まで水が上がってきたわけです。まあ、もともとこのお先何メートルだろう、10メートル以上干からびていて、本来は何もない場所です。まあ、それによって増水によって魚がここを回遊するんですね。ここは突っ込まれる心配もなく開けた場所なので、無理に寄せずにのんびり引きを楽しんでいました。サイズがいいからちょっと引くのかなと思っていましたが、1分間ファイトして手元に寄ってから気づきました。どうやら食ってなさそうだぞ。ちょっといいサイズだと思ったら食ってない。アッパーだ。いい感じなのに、こんだけあるのにアッパー。ごめんよアッパー。残念ながらスレでしたが、この一頭は超元気な魚が凄まじく早い当たりで食った一頭。いやもうスキップする必要ないくらいです。浮きが立って餌落ちの目盛りを通過して3目盛り目までぐーっと沈んでいって、すんげー勢いで食っただけあって、魚が元気すぎる。ぶっ飛んできました。でもこれでも30超えてんだ。どうなんだろう。よし、ありがとう。地元の方のお話によると、去年はもっとゴミが流れ着いていて、辺り一面で大畑、釣りをするどころではなかったそうです。この豊田関、私は過去に来たことはありませんが、実はどんな状態だったか大体想像がつきます。というのも、動画の冒頭で豊田関が関東三大関の一つと言いましたが、その中の一つ岡関に去年行っています。そこがもう辺り一面ゴミだらけ。後でその映像を載せますが、釣りができないくらい一面が埋め尽くされていて、でも大畑、来年こそはなんとかこれを対応して釣りするぞと誓ったのも懐かしい記憶です。この人も3年ぶりぐらいです。サイズダウンしてきたけど30ちょいは、31にはある。こんな日もあるんだな。ありがとう。これが去年2023年に岡関へ行った時の映像ですが、辺り一面がゴミだらけ。そこら中ではたいてますし、これだけのゴミが浮いていたら釣りなんてできません。この中でも釣りができそうな場所を探して、午前中はなんとか釣りをしましたが、午後は釣りのしようがありませんでした。納豆巻きをもぐもぐしながらいろいろ考えます。去年から今年にかけて暖冬だ暖冬だなんて言っていましたが、今年は去年に比べてのっこみ、いわゆる巣離れと畑が少し後ろ倒しになっているように感じます。実際豊田関に行った日も帰り際に少しはたいたくらいで、ほとんどはたいていませんでした。納豆パワーでいろいろ考えた結果、一つの仮説にたどり着きました。辺り一面を埋め尽くしているオナモミ、高さは40センチくらいに刈られているので、これがちょうどはたくのにいいんじゃないでしょうか。
針を引っ掛けるとよくわかるんですが、このオナモミ、それほど力を入れなくても竿を引くと抜けてきます。となると魚がはたいて体当たりしたら、一発ではダメでも2発3発して抜けてきませんかね。オナモミと草自体に浮力があるので、それが水面に顔を出す。で、見事なまでの浮き込み完成。魚はいっぱいいますから、下のオナモミが減ってきたら、今度は浮いたオナモミに向かって大はたきって仮説を立てたんですが、どうでしょうか。触って落とさなかった子はこの子なのか分かりませんが、35センチくらいのヘラムナさん、よいしょ、ありがとう、ナットパワー。利根川の仮説はさておき、どこも水が増えた時っていうのは狙いやすいタイミングです。1投目を開始してからこの1投がちょうど1時間ぴったりでした。この後浮きに動きが出ていたので、ブツブツ独り言をつぶやきますが、ご了承ください。あ、今上で受けたな、上で受けたな、馴染んでった。追いますか追いませんか。いや、追わないですか。あのまま食ってくれるかと思ったんですが、残念ながら食いませんでした。まさか1時間でここまで釣れるとは。マブナ、コイ、ヘラブナと魚種はバラエティ豊かでしたけどね。これこのまま続けていったら、どんどん釣れていくんだろうな、釣れ続けるんだろうなと思ったら、なんだか竿を変えてみたくなりますね。あと浮きが怪しいですね、動いてますね。だんだんかっこよくなってきた。うん、太鼓ってちょっとかっこよく、サイズはそうなのかな、どうなんだろう。よいしょ、ごめんねごめんねごめんね、大丈夫だ大丈夫だ、よし、ありがとう。ホットサンドが売っていなかったので、仕方なく揚げパン。まあまあ、竿を月光強しの10尺に変更。最近10尺の強い振り出し竿を買ったので、こういう広いところで強しを使ってあげようと思います。春は出番が少なくなるかな。それがまあ竿次第ですけどね。買ったやつの10尺、これは10尺にして1投目、早めに回収しようと思っていましたが、それよりも前に浮きが動いてしまいました。10です。なんか発射くらいに見えますけど、これはですね、2本とも切ってきました。あ、1本だった。針先が外に曲がってしまったので、おそらくコインの魚体に引っかかってたとか、鱗で弾かれたとか、そういう感じでしょうね。あ、ゴミはちゃんと持ち帰って捨てます。1投目のスレを筆頭に、10尺でも魚が寄るまで30分から1時間を想定して、1時間弱やっていましたが、これはアッパー。わー、これもアッパーだ。10尺コインについて食ってない、残念、ごめんね。そんな感じでスレが時々あるくらいで、食わせることはできないまま竿を伸ばしました。この豊田関、おぎゃーと生まれた年は1667年、徳川幕府の不審役であった伊奈忠春によって豊田関が作られました。伊奈忠春の業績を追っていくと、大宮宿の形成や荒川のせがえ、
鬼怒川と小貝川の分流、江戸川、新綾瀬川の開墾、そして北河原用水の開削。名前を見た時点で、おやと疑問に思いました。私が去年釣りをしたレンガ造りの川を掘った、今風に言うと責任者の方でしょうか、その方そのもの、伊奈忠春氏でした。ただここで気になるのが伊奈忠春の死没。ウィキペディアを見ると1653年なんですよ。豊田関おぎゃーと生まれた年が1667年。ちゃんとした歴史の本があればその状況を紐解きたいところではありますが、今手元にはないので勝手な推測をさせていただくと、おそらく世代交代をした息子とかが後を継いで完成させたのかなと思います。今みたいに重機があるわけではないので、1年2年で終わる仕事じゃないですからね。でもまさかここでその名前を聞くとは思わなかったので、皆さんが想像している数十倍利根川は興奮しました。この日左手にやけど虫が乗ってきて、どっから来たんだと思っていましたが、地面を見ると青葉ありがた羽隠しが結構いたようです。この虫ペデリンという有害物質を持っているので、体液で水ぶくれができます。こんなにいたとは当日気づきませんでした。意外と脳釣りをするような場所にはいるので、皆さんは気をつけてください。さっきから釣ってるの意外とサイズあるのね。 38.5 ありますね。わー、しかもここにカエルが、あ、魚離そう。ありがとう。バッグの下にカエルちゃんいるんですよ。何にカエルだろう。すごいな、カエルいっぱいいるな。私の一つ右側で竿を出していた方はすでに片付けを終えてしまいました。ちなみに周りにいた方は皆さん動画の視聴者さんだったみたいで、声をかけていただきました。ありがとうございます。今の時刻は9時20分ですが、太陽が昇った9時前くらいから横並びの全員当たりの数が減ってきました。いつもこの時間になると当たりは減っていくみたいで、しかも今日の天気予報は午後から雨。まあ私も仕事が入っていて、お昼までには撤収準備を終わらせなければいけません。この時期だし、とりあえず40センチのヘラブナは釣りたい。でも当たりが減ったからには少しいいサイズが動き出すかなと、そんな思惑があったりなかったり。10尺にして周りが竿を上げ始めた時、どうしようって思いました。あんな続いてたのにこんな不安になるなんて。12の時ほどじゃないですけど当たってはいますね。10よりは断然当たります。うん、かっこいい、まあ、サイズはそれほどでもないですが、まあ、でもちっちゃくはないな。おお、跳ねた。あ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。びしゃびしゃ。なんか変な効果がかかったみたいになってる。水かかって、ギラギラがかかってる。エフェクトじゃないです、これ。10時を前にして、朝めちゃくちゃ釣れた12尺にしたらどうなるんだろう。そんな疑問がふつふつと湧いてきて、最初と同じセッティングにしてみました。実は少し風が吹いてきて微妙に流れが出始めました。今編集中の今思い出しましたが、
午後から雨が降るだけならともかく、このくらいの時間から風が吹いてくる予報でしたね。2分30秒時を飛ばしてバランスの底ずりなのに、なんかドボンみたいな動きが出ちゃいました。これいいですね。12に変えて1投目です。12です。40ある。40.1点。やっぱりやった。41.2。1.5ぐらいありそうだったけど、死んだな。でもビチビチしてないから。やった。12尺に戻して1投目で41.2。ありがとう。いたんだな。ここでまた坂本さんがリャンコです。当たりが数少なくなってきて、アイダーマンなんかは21尺でやっていますが、やっぱり魚はいるのに食わなくなってきているみたいです。とりあえず魚はさておき、頭に糖分を。ふんわりホットケーキとパッケージがうるさいけど味は美味しいコーヒー牛乳を飲んで釣りに戻りましょう。お疲れ様でした。次々と周りで釣りをしていた方たちが帰ってしまい、自分たちだけになってしまいました。ここ数日の間にジムニーの車検がありましたが、新車で購入して丸々11年、ずっとディーラーのメンテナンスパックを継続して、半年ごとのエンジンオイル交換、1年ごとのオイルフィルター交換、時々車検の旅じゃないな、車検の時にギアオイル、前後のデフオイル、あとはジムにパートタイム 4WD なので切り替えシステムのトランスファーオイルを交換してます。金が超絶自利品で、口座にお金が数千円って時代を一緒に乗り越えた相棒なので、いろいろな思い出があります。でも次の車検までには手放そうかな。5ドアのジムニーが出れば間違いなく買い替えなんですよ。もし出なさそうなら新型の軽自動車のオートマですかね。理想は全車速追従機能のクルーズコントロール、いわゆる ACC が欲しい。次のマイナーチェンジでつくといいな。金は今のジムニーも多少なりとは値段がつくはずなので、なんとかなるかな。横っ飛びした子はめちゃくちゃ体高あるけど短め。よし、ありがとう。うお、元気だ。やっぱり私は高速道路に乗るくせに、その先の狭い道にも入っていくので、ACC は欲しいんですよね。しかも基本は1人ですが、マックスで3人人を乗せるので、アトレ、エブリーワゴンあたりも考えましたが、あれだと今度は腹下をズルズル擦ります。でも高速に乗るからリフトアップもしたくない。だから世間的にはほとんど需要のない変なやつだとは思いますけど、
一応ずっとジムニーに乗っているので許してください。前回総集編で1週間開いたからというわけではありませんが、動画が長くなってしまいました。まあこれだけ釣れれば鯉が釣れたとかマブナが釣れたとかその辺カットできたんですけど、でものぞりでそこをカットするのはどうだと個人的に思っているので、いやー難しい。動画編集は未だに試行錯誤です。収入面でも実際やばいので、ステッカーのご購入本当にありがとうございます。大変助かります。また今月いっぱいで一旦発売は終わろうかなと思うのでご了承ください。あとグッズで何か欲しい、バッグとかなんでしょうね、何か欲しいものがあれば言っていただければ検討します。よろしくお願いします。ねえ、ありがとうございます。ザクぐらいかな。ありがとう。明日の奥の仕事があるので本当はやめなきゃいけないんですが、餌を作ってしまいました。なぜならば当たっているから。明日の奥、明日の奥なんだよな、明日の奥なんだよな。結局その後は釣れませんでしたが、関の細かい部分を見ていて関東三大関の一つである豊田関のデカさを実感しました。朝来た時に見たプレートには瀬港、石川島、播磨、重工業と彫ってあったので、現 IHI が関を作っているとは知りませんでした。でも動画ってこの豊田関を作るのに携わった人も見てるかもしれないわけじゃないですか。そう考えるとロマンがありますよね。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次の動画は小貝川の岡関かもしれません。もしかしたら別の場所かも。ここまでなんだかんだ言って見ちゃったよという方は評価ボタンを押していってください。いえ、押していくべきです。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。